次に坂本大輔君。坂本君。日本維新の会の坂本大輔でございます。西岡委員に続きまして、私からは本件に関して耐震診断の結果公表についてと、耐震性に関わる表示制度の創設について絞った形でご質問をさせていただきます。本日午前中の質問内容と重なる点もあるかと思いますけれども、その点はご容赦いただきまして改めて確認をさせていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。それでは質問を始めさせていただきます。今回の耐震改修促進法の改正によってですね、いわゆる大規模な5000平米以上の不特定多数の方が利用する建物に関しては平成27年末までに耐震診断を義務化し、その結果を公表するというふうになっておりますが、その公表に関して公表者は誰になるかということと、どのタイミング、つまり27年末までというふうになっておりますが、その具体的な、時期というか どのタイミングで行うかということをもう一度確認させていただきたいと思います。井上住宅局長。お答え申し上げます。耐震診断の結果をまず出していただく先は、所管行政庁、都道府県、それから比較的大きな市、特別区、でございます。耐震診断の公表はこの所管行政庁が行うということと、しております。公表を行う時期につきましては、法律の中では一律にいつまでということは決めてございません。具体的には、所管行政庁の方で、用途ごとに取りまとめた上で出すということでございますけれども、この用途ごとに取りまとめるという中にはですね、それぞれ一定の業種の中の営業環境、不公平が生じないというようなこと、あるいは耐震改修計画をしっかりお持ちならば、多少その工事が始まるまでは取りまとめの中で公表を少し待つというようなことも含めて、公共団体の方で幅を持って判断をしていただけるというふうにしてまいりたいというふうに思っております。坂本君。ありがとうございます。つまり、地方公共団体に委ねられているということは、公表のタイミングに関してはこう若干ずれが、各公共団体によって生じるということで、間違いないでしょうか。あとですね、もう一点、方法、公表の方法ですねに関しては、それも委ね、完全に委ねられるという解釈でよろしいでしょうか。井上住宅局長。お答え申し上げます。公表の、タイミングにつきましては先ほど申し上げましたとおり公共団体ごとで、場合によっては用途ごとに、いろんな事情があろうかと思います。公共団体ごと用途ごとに公表の時期が異なるということも当然にあり得るというふうに考えてございます。また公表の方法もいわゆる公表ということで社会通念上認められるものであればインターネットでありますとか広報の活用でありますとか公共団体の事務所での掲示でありますとかこういう方法の中から適切な方法を公共団体が選んでいただけるということで公共団体の方で決めていただければというふうに思っております。坂本君。わかりました。方法に関してなんですが、これ具体的にですね、おそらく考えられるケースとして、例えば大手の旅行代理店とかがですね、その全国的にどうなっているのかということを調べたいときに、その各自治体によってですね、その公表のそのフォーマットというか、がこうかなり変わって別々バラバラですとですね、見づらいという確認しづらいということも考えられるかと思うんですが、そのあたり国交省としてそのある程度統一のこう公表フォーマットみたいなものをですね、強制ではないにしろこう監督指導していくようなお考えはあられないんでしょうか。井上住宅局長。
お答え申し上げます。公表についての具体的なやり方とかフォーマットの統一ということは今の時点では考えておりません。国交省として明確にそれを示すということは考えてないということでございます。坂本君。これは要望になりますが、その私もすべてこの企画で統一しろとかですね、強制しろということを申し上げるつもりはありませんが、そのあくまでも利用者側というか、そういう旅行会社さんとか、本当の一般の利用者の方も含めて、ある程度見やすいような形での公表というものをぜひご検討いただければというふうに考えております。続いての質問に移らせていただきます。今度はですね、その地方公共団体が平成27年末までという、期限を切らずにですね、地方公共団体が指定する時期までというふうにされる対象のものに関して、国全体として、耐震化の促進というのは、これは、太田大臣何度もご答弁いただいております通り、推進していかなければならないという中で、地方公共団体によって期限の差がですね、その大きく変わらないように、差ができすぎないようにですね、国においてある程度のこう目安というようなものを設定していく必要はないのでしょうか。井上住宅局長。お答え申し上げます。公共団体それぞれにおいて、個別に指定する、避難路沿道の建物あるいは、防災拠点、これにつきまして、委員ご指摘のようにですね、できるだけ早い、時期を設定をして、できるだけ早く耐震診断あるいは改修をしていただきたいというふうに、基本的には思っているところでございます。一方で公共団体の側からすればそれぞれの地域の中での地震等の災害のその逼迫性、これは日本全国地震に危ない地震の危険があるとはいうものの地域差が当然ございます。そういう問題でありますとか、地方の財政状況でありますとか、政策の優先順位、これを国が一律に縛るというのは必ずしも適切ではないのではないかということでございます。私どもとしてはできるだけ早くやっていただきたいということを、これはきちっと機会を、それぞれ捉えてですね、お願いをしてまいりたいということと、こちらの方は今も補助制度の状況なんかやっておりますけれども、全国の取り組み情報を国として整理をしまして、見比べていただけるように情報提供する、こういうようなやり方、あるいは公共団体に個別にお願いしていくというようなやり方、あるいはブロックごとに公共団体間で話し合っていただく、こんなやり方を通じて情報の共有を進めてまいりたいというふうに思っております。坂本君。国交省として非常に努力されていらっしゃるということはよく分かりました。今後ともですね、この国全体としての耐震化の推進というところは、もちろんその地方公共団体のそれぞれの事情というものも重々考慮しながらですね、積極的にいろんな方法で取り組んでいっていただきたいなというふうに考えております。それでは続いての質問に移りますが、先ほど来何度も話が出ております通り、今回対象となる建物をですね、全国で約4000ほどあるという中で、本当に個別にさまざまなこう事情だったり状況というものが考えられますという中で、この平成27年末という期限がですね、今平成25年でございまして、実際これ動き始めるというふうになったときに非常にこうタイトなスケジューリングになっているというふうに私は考えておりますが、実際その旅館とかホテルの経営者さんからもそういう声を聞いておりますが、例えばですね、この27年末というものに関して、もちろんその事情を考慮しながらではありますが、猶予期間等を設ける考えというものは今のところ一切ないのかということをまず確認したいです。はい、井上住宅局長。お答え申し上げます。耐震診断の実施、そして公共団体への報告、この公共団体への報告が、
27年末というのが一つの期限になってございました。これについては、まあ、法律の方でしっかり書かれておりますので、これについて猶予期間というのが、設けるというのは適切ではなかろうというふうに思います。まあ、ただですね、いろんな事情があって多少ずれたということに関して、手続き上は行政庁の方がその後指導しながら、まあ、最終的には命令を出してですね、命令の中で定めた期間までに耐震診断を実施していただかない場合にはですね、最高罰金100万円の刑事罰がかかると、こういう仕立てになっております。その命令をかけるまでの時期につきましては、まあ、これはそれぞれの事情を勘案しながら、まあ、かといってこの耐震診断の重要性というのも固めで見ていただきながら、公共団体の方で、まあ、総借地上にですね、直ちに命令かけるということはないように運用していただけるんだと思いますし、そういうようなことについてもよく、意見交換をしてまいりたいというふうに思います。坂本君。ぜひぜひ本当にそのあたりはですね、よろしくお願いしたいと思います。まあ、本当個別の事情をよくよく考慮しながら、フレキシブルにご対応をいただければというふうに考えております。それは方法に関しても私は同じだというふうに考えておりまして、これもまあ先ほど来上がっておりますけれども、例えばですね、診断の結果、耐震改修の必要が生じておりますという建物に関して、その、例えばですね、ただ単に必要がありますというだけの表示ですと、その必要がありながらも耐震改修に向けて計画も立てていない、改修をする意思もないというような、ものとですね、意思はある、計画も今立てておりますというケースですとか、例えば、計画は立て終わりました、意思はありますけれども、その財政上なかなかとかですね、そういういろんな個別 の、 その努力、各事業者の努力のこう姿勢がですね、見えるような公表方法というものをできる限りこう考えていくべきではないかというふうに私は考えております。というのも、5000平米以上の旅館ですとかホテルの場合、私も樋口委員と同じように、私の地元は福山市、広島県の福山市なんですが、やはりそういった大きな旅館やホテル等がございます。そういった方々から実際にヒアリングを行ったところですね、この改正法によって一番こう影響が懸念されるのが、いわゆるその大手の旅行会社さんとか、まあ、修学旅行とかも含めてですね、そういう、まあ、非常にこう安全性というものを重視するところから、こうその表示を、この公表結果を見ただけで、こう契約を切られてしまうんじゃないかという懸念を非常に持っておられますので、そのあたり本当に努力の姿勢がですね、はっきりと見えるような形での公表方法というものをぜひぜひ考えていただければと思いますが、いかがでしょうか。井上住宅局長。お答え申し上げます。ご指摘についてはですね、2つ言えるんではないかと思います。1つは同じ業種の中で早く対応した方、まあ、早く診断をして早く提出をされた方、それと、まあ、なかなか提出をされない方、まあ、こういう方々について、早く出したものが、まあ、不利益を被るというような、あってはならない不公平ということは避けるべきだというふうに思います。そういう意味では、公表について用途ごとに、取りまとめて出すというのが一つの方策であろうというふうに考えております。それから耐震改修 の、まあ、意気込みといいますか、現実にどういうふうに考えてどう、対応されるかということにつきましては、これ個別にですね、どの方がどういうふうにやるということを、いろんなケースあり得ると思いますので、あらかじめそのこういうやり方をということはなかなか難しいのかも分かりませんけれども、例えば耐震改修計画をしっかり持っておられて、まあ、それをちゃんと時期まで出せるというようなものをですね、公表の際には合わせて出すというようなやり方もあり得るんだと思います。いろいろ公共団体の意見も聞きながら、それから利用される方の立場も考えながら、あるいは営業者の方の立場も考えながら、
一番いい方法が取れるように努力をしてまいりたいと思います。坂本君、ぜひぜひご検討をよろしくお願いいたします。続いて、対戦制に関わる表示制度の創設について、移らせていただきます。制度の創設時期やその方法について現時点でどのような、ご考えをお持ちでしょうか。また営業にこれも大変大きな影響を与えるということが予想されますが、先ほど来言っております通り個別事業への対策というものをどのように考えていらっしゃいますでしょうか。井上住宅局長。お答え申し上げます。本表示制度につきましては、先ほど来お答えしてますようにすでにいくつかの公共団体などで、取り組みを、始めているところでございます。また積極的にマークを早く貼りたいという方々のニーズもあるというふうに思っております。そういう意味で制度のスタート自体はですね、本法案の施行日から、認定という声がいるんですけれども所管行政庁の方へこの認定申請は、出していただけるように、するということになろうかと思います。あとその後ですねいつから張り出すかということはこれは地域の事情の中で多少の事情の勘案というのは所管行政庁ごとに、あり得るのではないかというふうに思います。もともとが任意の仕組みでございまして、そうです。多くの建物に貼られない限りはですね貼ってあるからといって、他のものがその耐震性がないということには、直ちにはならないという側面もございますし、そもそも耐震性がわからないものについてはマーク貼れないわけでございますので耐震性のあるものについてもマークがないということもあり得るわけでございます。このあたりのことにつきましては制度の趣旨をしっかり利用者の方々あるいは建物の所有者の方々にご理解をいただけるように、公共団体の方も、共有しながら、進めてまいりたいと思います。坂本君。任意とはいえですね、これも事業者の方非常にこう、ある意味懸念をしておられますので、細かいご配慮をぜひぜひお願いしたいというふうに考えております。最後に太田大臣にお伺いさせていただきます。今議論をしてまいりました通り、今回の法律の改正によってですね、事業者が極力不利益を被らないようにその事業者の努力姿勢が評価される、公表の方法であったり表示制度というものをできる限り検討をしていっていただきたいというふうに考えておりますが、その点に対して大臣のご見解をお伺いしたいのと、すみません、もう一点ございます。あとですね、やはり今回のポイントとなるのは地方公共団体 の、 その財政的な支援ですね、かなり大きなポイントというふうになると思いますが、その点に関してですね、大臣の決意をお伺いさせていただきたいと思います。太田大臣。努力姿勢が評価される公表方法、そして表示制度自体をどう運用していくか、そして地方公共団体の補助制度、これがあるかないかというのは全然変わってきますから、これらについてですね、まず公表ということについて言うならば、これは必要なんですが不公平になってはならないと、そういうことからいきまして、一覧として、まとめて、所管の行政庁が公表して、建築物の個別の状況に、あるいはまた営業上の競争環境等、これは十分に、先生ご指摘のように配慮をするということが、大事なんで丁寧な運用ということに心がけたいと思っています。標準につきましては先ほど申し上げましたが、任意制度を前提にした無理のないような柔軟な運用と、これまたも運用ということでございます。財政支援ということについては地方公共団体が補助制度を整備している場合はこれはこれでいいんですが、いない場合もこれは国としては支援をするわけですが、しかしやはり地方公共団体実態がですね、支援をするということが非常に大事だというふうに思いますので、
補助制度の整備充実というのをしっかり図っていただけるよう、地方公共団体にですね、協力に要請をしてまいりたいと思っております。坂本君、力強いご決意をありがとうございました。質問時間が終わりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。時間厳守でよろしくお願いいたします。